I remember when I first saw your face and how everything changed that day. I remember trying hard to ignore the signs, but I couldn't and I didn't know why. I remember when I ran so far, like speeding trains in the passenger car. And I remember that you still came back for me. I tried to run and hide, but you were by my side. I can remember thinking you were crazy, love, but I don't mind. You wouldn't let me go, you let me take it slow. And now my heart is changing, I've been thinking, baby, I wanna love you better. Said hello, I was blind and I didn't know. I remember that your love lit up the dark, but I couldn't seem to find that spark. I remember when you gave it your all, climbing walls that I wouldn't let fall. And I remember when they did, you stuck around. I tried to run and hide, but you were by my side. I can remember thinking you were crazy, love, but I don't mind. You wouldn't let me go, you let me take it slow. And now my heart is changing, I've been thinking, baby, I wanna love you better. I wanna love you better. I wanna love you better than before. I wanna love you better. I wanna love you better. I wanna love you better than before. はい、帰ってきました。まあ、帰ってきたっていうか、帰ってきて速攻で、まあ、風呂入って、もう今さっぱりした状態です。今日ジムめちゃくちゃ暑くて、汗めちゃめちゃかいちゃって、家帰ってきた時なんかめちゃくちゃなんか臭かったので、もうさっぱりしたかったので速攻で風呂入っちゃいました。もう全部もうサラサラ状態、もうすぐ寝れる状態なんですけど、まだご飯食べてなくて、でちょっとこれからご飯食べようかと思うんですけど、もう時間が2:09です。まあ、ちょっと帰ってきたのがもう1時ちょっと前ぐらいで、そっから風呂入ってなんか洗い物とかして、ちょっと掃除とか簡単にしたらこんな時間になっちゃいました。まあもう正直もう何も食べずに寝たいなとも思ったんですけど、まあ、ぶっちゃけめちゃくちゃ腹減ったので、まあ、僕みたくですね、もう本当に仕事もしっかり、まあ、ちょっと遅くまでしていて、だけどトレーニングも行っちゃってるような、まあ、僕みたいな人もですね、もうすぐに簡単に作れるご飯を、紹介していきたいと思います。いや寝ろよですよね、うん、2時だよって、ぶっちゃけ眠いっす。まあでもこれをすぐにできるので、ちょっと紹介していきたいと思います。まあ、本当に大したもんじゃないですけど、カレードリア作っていきます。まずカレー、ダイエットカレーですね。これと、胸肉、まあ、胸肉 200g ぐらいかな、胸肉と玄米、あとそこにこうお湯注いでドリアみたくしていきます。あとはちょっとこうちょこちょこ味を足しながら、まあ、味を整えていく、で、完成のご飯です。これに入れていきます。なんかこういうちっちゃい鍋とかあると洗い物とかも楽だし、料理もすぐできるので、おすすめです。
本当にこう時間ない人とか、もうささっと作ってささっと食べたい人は、もうこういうもうただぶっ込むだけのご飯っていうのはすごい楽で美味しいですし、めちゃくちゃおすすめですね。てな感じで、もう速攻で作って速攻で食べて、パパッと寝たいと思います。ちょっとお湯を注いでですね、まあ適当にお湯入れて、に玄米入れていきます、とか言ってる間に玄米入れてきました。だいたいこれで 200g です。もうこの時間帯になると本当洗い物って結構面倒くさくなっちゃうので、もう本当必要最小限ですね。もちろんこれを全部使うわけじゃないです。さっき皮剥いで入れた、まあ、胸肉ってだけなんで、この胸肉を 200g 入れていきます。ここでできるだけ細かく切るとまあ楽ですね、とか食べやすくなります。はい、胸肉 200g です。あ、こぼれそうこぼれそう。お湯の入ったお鍋に入れていきます。で、ここで火をつけて、まあ、鶏の旨味的なやつを出していきます。はい、あとはもうタラタラ入れていくだけです。にカレー入れていきます。次に玄米入れていきます。もうちょっとでできますね。もうほぼほぼできたのもんです。あとはお好みでいろいろと、まあ、入れる人入れない人で出てくると思うんですけど、だったらこれですね、ドライオニオン入れます。これあのコストコで売ってるので、これすごい美味しくてすごい万能な調味料、まあ調味料というか火薬みたいな感じなんですけど、これ入れるだけで玉ねぎの旨味とか食感とかいろいろと、あるんで、すごいおすすめです。僕らとこれも結構入れちゃいます。いわゆるなんか玉ねぎのみじん切りみたいな感じになるんで、ここからも旨味がめちゃくちゃ出ます。卵1個入れていきます。最近卵高いっすよね。あとはただただゆっくり混ぜるだけです。これで、まあ、ある程度の糖質とタンパク質と脂質が入ったかなと思います。コスパいいです、こういう食事って。本当に時間もかかんないしね。はい、できました。出来栄えはこんな感じです。こんな感じです。こんな感じです。まだ味見してないですけど、まあ今までと同じ
今年しかやってないんで、まあまあうまいでしょう。で僕も最近仕事終わりトレーニング行って、で家帰ってきたらもうすぐもう疲れちゃうの でそんな時にもうソファー座ったら正直もう動けなくなっちゃうので、なので最近はもうずっとキッチンにいることが多いです。なんでちょっと iPad とかでよくここでネットフリ見ながらご飯食べたりプロテイン飲んだり携帯いじったりしてます。まあ、今のところ僕の中でのまあリラックス空間はキッチンになってますね。まあ、皆さんはそうならないようにしましょう。まあちょっと、まあ、最後、まあ、簡単な味のレビューだけして終わりたいと思います。では実食です。じゃ早速実食していきたいと思います。はい、腹減った、いただきます。うん、非常に美味しいです。ダイエットカレーのあの元は4つしか入ってないんですけど、あれ1袋で全然すごい味するので、うん、すごい程よいですね。玉ねぎもシャキシャキしててすごい美味しいです。はい、てな感じで動画終わりたいと思います。ここ最近はもうほんとここでご飯食べて、ここでまあアニメとかなんかドラマ見てゆっくり過ごしてます。まあ、本当に男一人暮らしのまあグダグダした生活って感じが、うん、するかなと思いますね。まずここまで動画を見てくださって本当にありがとうございます。まあこんなちょっとゆるゆるな動画ですけれども、ちょっとでもいいなと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アイカット。